日本四国地方徳島県徳島市、伊北地区、南常三島町徳島大学常三島キャンパス、大岡川と、南常三島の住宅地南常三島町は、徳島県徳島市の町名、伊北地区に属している、南常三島町一丁目から、南常三島町三丁目まである。郵便番号は、郵便番号770-0814-2011年6月、 徳島市の調査より、徳島市の北東部、中心駅徳島市の北東方、伊北地区の南東端に位置する。西から1から3丁目。この定番は、北の中常三島町と北常三島町の1から3丁目と東西の位置が揃っている。川に半ば囲まれた常三島の南部を占める。南では除仁川が、西から大岡川が、東から流れ、合流する。 それぞれ橋で対岸の中徳島町と住吉に通じている。北は中津根三島町と西は女人京都陸続きである。一丁目の大半と二丁目の大半が徳島大学で総合科学部、工学部や学生会館、図書館、運動場などがある。文京地区であるため学生アパートも多い。生誕近くを国道11号が南北に走り、 さらに西でニン橋通りに面する、常三島の名の由来でもある、美の出身で、八塚家政に仕えた、竹市常蔵が、火星から、助藤川北岸一帯を与えられた。常蔵の家臣の桑村八蔵が川を泳ぎ渡り、岸に生えていた高い竹に旗印をつけて帰った。この地には、常蔵やその家臣が移り住み、武家の町となった。江戸初期には、船入堀川が、 大岡川湾に南東から合流していた。船入堀川と狂言寺川本流に囲まれた地域は、あたけ、あたけ島と呼ばれ、水軍を司さどったあたか市の屋敷や基地があった。しかしこれらは、寛永年間に南東のあたけに移された。あたけ後にできた、玄徳島大学東園を南北に伸びる通りは、小あたけ町と呼ばれた。大学北園を東西に伸びる通りは、中の日のと、 南縁の大岡川沿いの通りは地区で市長。工学部と総合科学部の間を南北に通る通りは伊勢の日野と、現状仁橋通りは熊野町。小畑町の東を南北に伸びる通りは東野町と呼ばれた。熊野町は熊野神社に由来するが、神明社に降車された。1874年、徳島城西の丸跡に開設された徳島主犯学校が、 1897年、現一丁目へ移った。1922年、徳島高等工業学校が現二丁目へ移った。1949年、徳島大学が開学し、これらはその一部となった。徳島市販学校は最初は学芸学部、1966年に教育学部となったが、県内なると市に、なると教育大学が開学したことで廃止され、 1986年、総合科学部となった。明治期からは、常三島全体が、常三島村、後に、常三島町だったが、1942年、南北に散分され、南部が、南常三島町となった。ありがとうございます。